こんにちは、橋本環奈かば。笑ってはいけないプリキュア。皆さんの心の中にずっと眠っているもの、それは何だと思いますか？プリキュアです。プリキュアはずっとみんなの心の中に残ってるんですよ。男も女も関係ないかば、みんなプリキュアを見て育ってきたかば。僕はプリキュア555まではちゃんと見てましたかば。最近のは正直全くわからんかばね。今回はプリキュアでね、笑ってはいけないやって、あの頃の気持ち、乙女の気持ちを思い出していこうという企画かば。ということで早速やっていきましょうかば。レッツカバー3、2、1、YO! サンディエゴ OK! 私はカバキュア。それでは見ていきますかばよ。プリキュアチャイナ、中国版のプリキュアのオープニングかばね。嫌な予感しかせんかば。なんで実写やねんかば。ずるいて、ずるいよ。しかもちゃんと多分中国語、中国語の歌詞だったかば。プリキュア、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 プリティでキュアキュア、二人はプリキュア。光の美少女。なんで自社なんだよマジで。一難去ってまた一難、ぶっちゃけありえない。制服着てても二人はむちゃくちゃタフだし、お互いピンチを乗り越えるたび強く強く近く近くなるね。Yes! なんだかなんかかばね、なんか雑っぽい感じかばね。だから失敗なんて目じゃない、笑う角に服着てるでしょ、ネガティブだってぶっ飛ぶ命の花咲かせて思いっきり、もっとバレばプリキュア、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 プリティでキュアキュア、二人はプリキュア。映像の横にコメントが見えてたんですけど、パロディ AV かよっていうコメントが的確すぎてすごかったかば。断然二人は戦闘民族。プリキュア、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 プリティでキュアキュア、二人はプリキュア。あんま違和感ないかば。違和感ないかばね。確かに悟空とベジータは元祖プリキュアと言っても過言ではないかば。割といい感じだったかもね。目じゃない笑う角に服着てるでしょ、ネガティブだってぶっ飛ぶ命の花咲かせて思いっきり、もっとバリバプリ。こいつらちゃんと命の花咲かせてるかば。思いっきり。もしもドラゴンボールの世界にプリキュアがいたら、よう絡むのマジで。プリキュアとドラゴンボールめちゃめちゃ絡んどるやんこいつら。いきます。うろたえるな、所詮俺たちの敵ではない。戦闘力7000。プリキュアって強いんだねカバ。プリキュアすごいカバね。世界に広がるビッグな愛。このプリキュア名前知らなくて、頭の中でキュアラブリーとかなんかなーとか思ってたら、本当にキュアラブリーだったから笑ってしまいました。ごめんなさいカバ。さすがにね、ビッグな愛はラブリーだよね。このナッパ様にかなうわけなんねえ。めちゃめちゃ強いやんけラブリー。もうナッパボロボロよカバ。だらん技だ。ナッパ、避けろ。愛よ、天に帰れ。殺しちゃったよカバ。サイヤ人ならええんだ。ザケンナーとか怖いなーとか、あ、ごめんなさい、ちょっと敵キャラが古くて、ザケンナーとか怖いなーとかはまあ消滅させるのはわかりますよカバ。サイヤ人も消滅させるんだねカバ。超エリートサイヤ人の圧倒的パワーを。瞬殺やんけカバ。ナップよりも瞬殺だったカバよ。3、2、1、YO! 股関節 OK! ということで、笑ってはいけないプリキュアだったカバ。もしね、いつか自分に子供ができた時に一緒にプリキュアを全力で楽しめる
お父さんになりたいなと思いました。ということで、みんなもプリキュアいっぱい見ようね、カバ。それではまた次の動画でお会いしましょう、カバ。さよカバ。ぼっちコレステロールパワー、うーるい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 、実はケチャップ派、おい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 、キュアマヨネーズ。